知ることができたなら、せめて誰かが私の あなたの助けが必要なの。私の助け？誰が？あなたの家族がよ。あなたの家族は永遠に12年前の今日から明日に閉じ込められているわ。それを救えば私の家族は帰ってくるの？それは約束できないわ。敵は黄金の魔女ベアトリーチ。強大な相手に私には太刀打ちできない。でも同じ黄金の魔女ならなんとかなるかもしれない。何の話かわからないわ。1986年のベアトリーチに太刀打ちできるのは1998年の最後のベアトリーチだけ。つまりあなたエンジェ、エンジェ・ベアトリーチ。12年前の魔女が私の家族を奪ったの？そう、あなたの仇にあたる。見返りに、あなたの望む最も理想的な世界、
家族の帰ってくる世界のかけらを探してあげるわ。私の家族の仇。見返りに、あなたの望む最も理想的な世界、家族の帰ってくる世界のかけらを探してあげる。でも、必ず希望が叶うと約束はできない。1986年のベアトリーチェのゲーム版は、あまりに完璧。今日の手土産に、その理想のかけらを持参しようとしたんだけれど、未だに見つけられない、かなりの強固な運命や、ラムダ・デルタと戦った時以来に。何を言ってるのか、わからない。あなたに、復讐のチャンス。見返りに、あなたが享受できる可能性の中で、最も幸せな結末を探して持ってくることを約束するわ。復讐。徒労になるかもしれん。仮に復讐を成し遂げられたとしても、家族が帰ってくる絶対の保証はない。奇跡的確率で、せいぜい一人を連れ戻せるかどうかよ。奇跡的な確率でも、それはゼロよりは高いのよね。 1% くらい。あらゆる可能性の数値は結果の前に無力よ。だからその数字は私には語ることができない。でも私が何もしないよりは絶対にわずかの可能性がある。ええ、あなたが希望を捨てない限り。ただし覚悟して、それは限りなくゼロに近い。乗るわ、その話。いいのね、多分。もう二度とここへは帰ってこれないわよ。ここは、私のいるべき世界じゃないわ。そして、私のいるべき世界は、私が自分で探す。あなたの名前を聞かせて。奇跡の魔女、ベルンカスタ。そして、我が名において、あなた、黄金の魔女、エンジェ・ベアトリーチェだと認めるの。今こそ、あなたは本当の魔女だ。二十、マルタイ発見。屋上、応援求む。エンジェさん、探しましたよ。そこは危ないですから、早くこちらへ。なに、あれ。ファンクラブよ、私。結構モテるの。捕まる必要はないわね。行きましょう。待ちなさい、早まるな、危ない。ああ、ダメね、全然ダメ。じゃあまたね。 See you again。 迎えにはリムジンをよこしてちょうだい。みんなも一緒だから。じゃあね、エンジェさん。